はいどうも、フルコンです。スプラトゥーン2発売まであと1日っていうか、もうこの動画を上げてる頃にはもうあと数時間後ですよね。はい、でも2までにできることは何かというと、もう基礎練ぐらいしかないなと。こういうエイム練習ですよね。ガワタ式エイム練習っていうのでしたっけ、こういうのね。そう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 、キュッ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 って振り向いて、初段があんま当ててないんですけれどもね。コメントでも結構ね、初段のエイムがなーっていうのをいただいてて、ちょっとたまにエイム練習をするようにしています。はい、こうやってエイム練習をすると。でスプラトゥーン2のエイム練習場はなんか動く窓とかできるらしいので、神ゲーですよね。それだけでも神ゲーと言いたくなるような感じをしています。はい、でまあこうやって飛び降りて撃つ練習とかね、はい、こういうのをしてました。で僕1の時基本テクニックなんですけれども、このこれね、こう普通に行って戻るのに感性が働くからキュッて戻れないっていうのを、あのこのボムを投げる所作をすることで、あちょっとキャンセルできるというやつですよね。うん、 ZL 押しながら前進んで R 押してさらに ZL 押して戻る、これを素早くすることで完成キャンセルというものができるというやつですね。これで結構僕ね、うーって言って、わーボムーボーンって死んでること結構あったので、ね、2ではちゃんとこれを使えるようにしていきたいなと。実戦だとね、なかなか忘れるんですけれどもね、練習で、こう、使えるように何回も癖、もうこれが、こうやって曲がるのが当たり前なんだよみたいなね、癖づけておけば、実戦でも使えるようになるかなとは思うので、はい。こういう基礎練っていうのは大事ですよね、基礎技。はい。それではですね、これが、一旦スプラトゥーン1、まあ今後もやるかもしれないですけれども、1の、シリーズの終わりの、一旦は QC という感じになると思うので、これから2になると思うので、これまで僕を一番支えてくれたですね、初期の僕を支えてくれた、シャープマーカーネオ、そして、ここまで S、まあ、たまに S プラスまで僕を押し上げてくれたこの寿司コラ、この2個を使って、1回は1におさらばといたしましょう。もこ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 、さあ私は何も見なかった。さあこっからですよ、こっから僕のシャープマーカーネオ、昔の感じのギアでね、ちょっと音にノイズが若干入ってますけれども、もうすぐ消えると思います。そう、このクイボー主体で昔戦ってたんですよね。 A 対 B 対をうろうろしてた頃、このクイボーに攻撃みたいな、こんなギアでやってた気がする。行くぜ行くぜ行くぜ、まあ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 、はい、さあ気を取り直していきましょう。どんな風に戦ったようになったっけな。まあ、結構ねやっぱシューターもシューターはシューターなんで、スコラで鍛えた生きてるとは思うんですけど、ね、さあ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 、よいしょ、食い物の牽制がやっぱ強い。よし、オッケー、よしよしよし、今のはいけましたね。でもちょっとインク切れが激しいので、よし、よいしょ、あれ、よいしょ、よし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 、僕がスパショを一番うまく扱えるんだ。そう、シャープマネのいいところはスパショ時にクイボもいい感じにいきましたね。シャープマネのいいところはスパショ時にクイボで足元を濡れることです。これめっちゃでかい、この時の癖未だにあるから、そしてこれで スパショ打つ時もついつい足元に吸盤打っちゃいます。うわっ、ちょっとおお、いけた、オッケーオッケー、向こうもちょっと蓄積あったっぽいな。よーし、塗ってけ塗ってけ塗ってけ、ドロボー、オッケー。さあこっから抑え込むよ、このクイボマンで。向こうにもおるクイボマン、おっと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 、なんかクイボマン、クイボマンで後ろ来てない、味方か、後ろ来てるのは、え、ちょっと待って、マーキングは嫌なので取れてから、さあ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 、というのとエリア、オッケー。さあこっちから行くか、ウィークイボー、なんで来てんの、なんで来てんの、ちょっと回り込むか、お味方強いなめっちゃ抑え込んでくれてる。じゃあじゃあ次も投げて正面で、よいしょ、いけ、あれ落ちそう、あーちょっと、おーダメか、
あ、でもノバネを狙ったつもりで違う人倒してたから。たまたまでしたね、スパーショが当たったのは。オッケー、これは飛べそうだ。あ、ちょっとやばいやばい、生トトトトトトオッケー、蓄積あったっぽいかな。うい、あ、あれ、これ倒せるのか、ちょっと無理やな。ナイス、味方強い。うい、さあ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 、抑えろ抑えろ抑えろ、あとは塗り切ったら勝つよ、塗り切ったら勝つよ、塗り切ったら勝つ勝つ勝つ、うー、でも勝ち。いやー、やっぱサップマーカーでもたまには使うと楽しいですね。特にクイボが。クイボポンポンで敵倒した時の気持ちよさよって感じやな、ほんまに。やりました。はい。これで、シャープマーカーネオくんとも気持ちよくさらばができますね。それでは、寿司コラ使いましょう、次は。さあ、オクタじゃなくて寿司コラでいきましょう、今日はね。気分的に。で、頭にインク回復攻撃3つをつけながら、体はゾンビ、ちょっとついたイカ速でいいかな。オッケー、これでいきます。さあ、ネギトロ港炭鉱の方になりましたね。ガチエリア場所で打開してやるぜ。さあ、向こうだけかチャー、でもまあまあまあ、ブラスター号にチャーどうも出たかな、そんな感じだったかな。オッケー、ここにしてやるぜ。おっとね、いきなり抜かれるところやった。様子見つつ様子見つつ、ここか、起きてる、すごい。オッケー、ぬわぬわ、おー、なんとかなんとか、体やったから打ちが出ましたけれども、それでも取られている。まあ、これは取り返せる。うーん、追い返した、このまま倒したい。オッケー、えい、あ、なんか、えい、適当に、えい、なんか、おーっと、当たった。ギリギリ当たりましたね。で、こっち左になった時はここ塗っとくと強いよね。あ、ちょっと厳しそう、見られてますので帰ります。うん、見られてます。右か、お、すげー、一旦ここやな。あー、ちょっとここのセンサーきつい。あー、来てた、くっそー、入り込まれてたんか、見えへんかったな。全滅、オッケー。さあ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 、こっから取り返すよ。オッケー、オッケー、よし。おお、怖い、うわーん、うわーん、うわーんやわ、ほんまに。ちょっとこれ、よし、気を取り直して、うん、俺の寿司コラはこんなもんじゃない、ちゃんとね、スパショをかっこよく決めて、スパショとおさらばしたい。特にスパショはほんまにおさらばやからね。寿司くん、おーし、当たってくれた、ほんまかな。えー、おーおーおお、あー、見られてんな。ん、おらんよおらんよおらんのよおらんのよ。あ、ちょっと今ので完全にバレたな、帰ろう。うわ、なんかダイオウイカ来てるし、もう、おー、ナイスナイスバリア、ありがとう。さて、塗って塗って塗って、うーん、あ、マジ今のはチャージャー、あー、やっぱチャージャーか、見られてたか。ナイス味方やけれども、2落ちなので、これはそうだよね。よし、右から行きましょう、うん、これはちょっと右から強襲が、なんか左に4人ともおったから右おらんでしょ。そろそろでも来るかな。うーん、うわ、やっぱり誰か来たいな。もうちょっと、これは倒しておきたい。なあ、くそ。頑張れ味方。うん、あ、でもな、数振りか、厳しいよな。ちょっと、止めなかった。カウントリードか。いや、でもここで焦るな焦るな、ここで焦って突っ込んでやられて、そのまんまストップされるのがおしまい。よし、倒せ、あれあれあれ、うわ、ちょっ、倒したい、なあ、勝てない、勝てん、よし、オッケー、よし、
さ自由になので、よし、いけ、オッケー、で、からの、からの、からの、オッケー、今のは勝ったのはでかい。うん、そして、よし、場所で、いけ、時間的にラストスパショ、うけ、よーし、チャージャー打ち抜いてやったぜ、ありがとう、ナイス。今のは気持ちいいな、俺のラストスパショになるかもしれない。綺麗に決まりました。さあさあ、あとはちょっと守りきって、ナズはリードしたい。ぬっ、あ、ちょっと、よし、オッケー、だよー、うわっ、ちょーい、うわー、来てる、あれ倒す、あー、ダメかー、ずれた、降りるとこずれたな。さあ、これ取り返して終わりましょう。うん、左から行くか、登ってきてまではない、オッケー、この投げで牽制しつつ、うわ、ちょっと気づいた、お、でも数は一回止めようと思います。よし、あかん、あかん、やられた、今のはやられた、まずいな、あ、まずいな、まずいな、まずいな、ちょっと待って、これはちゃんと勝って決めたいんや。うぃー、オッケー、あ、まあ、ナイスの味方、ありがとう。まあ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 、チャージャー倒して終われたから、うん、なんかよくわからんけども、勝ったよ。うん、まあ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 、そこまで悪い動きでもなかったと思うので、スプラトゥーンお別れの試合にはちょうど良かったんじゃないでしょうか。スパショーかっこよく決めれたからね、あれが良かった。ああ、いいじゃんいいじゃん、そこそこの成績じゃないですか。よし、じゃあそれではスプラトゥーン2で会いましょう。さようなら。